やはりここからの眺めはとてもいい。観覧車が見えるこの場所が好きだと言ったこと覚えていてくれたんだな、桐生さん。あの時孫妃に言われて俺も同じことを思ったんだ。ここはいい眺めだな。いつも通っていた場所だったが、孫妃と話すまでこういう景色があるなんて気づかなかったぜ。そう思ってくれたなら嬉しいよ。私も一人で行動することは好きな方だが、誰かと一緒にいる方が気づきは多いものだ。仲間というのはとてもいいものだと感じるよ。ああ、ハワイでもそうだったが、日本で孫妃たちと共に行動するようになって教わることが多い。みんな俺にはねえ考えや視点を持ってる。何気ない会話も新鮮だったぜ。一人で走ってたんじゃ得られない経験だ。それは何よりだ。またお気に入りの場所を教えてくれ。また孫妃のお気に入りの場所を教えてくれ。仲間の目を通して町を見てみたいんだ。お安い御用だ。だが私は桐生さんの好きな場所も気になるな。確かに教えてもらうだけでは不公平だな。では次は俺のお気に入りの飯屋でも紹介しよう。飯屋かまあいいだろう。楽しみにしている。そうだ、せっかく綺麗な眺めだ。写真でもどうだ。俺が撮ってやるよ。写真か。確かにここで撮ったことなどなかったな。ねえ、はせっかくというなら桐生さんもどうだ。まあ無理にとは言わんが。俺もか。では二人で撮るとしよう。ドキドキしてるんやろな、ソンヒ。ありがとう、桐生さん。いい息抜きになったよ。これからもよろしく頼む。それは俺もだよ。よろしくな、ソンヒ。ウィー、伊達さん、とまあそんなわけでよ、あの後太一は無事沖縄に帰ってった。空港まで見送りに行ってきたんだ。無事帰ってよかった太一たっぷり東京土産も持たせたぜ。キャバクラで殴られた埋め合わせにと思ってよ。そうか、太一のやつ世話かけやがって。ありがとうな、伊達さん。待った、礼を言うのはまだ早いぜ。今日はこれから先の話がしたくてな。ん？お前、太一の他にも会いたい奴がいるだろう。もう何年も死んだふりして孤立してたんだ。自分の死を偽装した以上、もう昔の知り合いには会わねえ。それが大道寺一派との約束だからな。俺が日陰者で生きる限りは奴らも味方だ。けど問題が起きたよな。この間の動画で桐生一馬死亡説はだいぶ揺らいでる。そうやね。あれの拡散は不可抗力だったわけで、これ春大道寺は何も言ってきてねえんだろ。まあ今のところは思った通りだ。あいつらだって万能じゃねえし、昔と比べたら力も衰えた。正体まさかのじいちゃん。何が言いたいんだ、伊達さん。つまり今のこの状況なら大道寺も少しぐらい多めに見てくれるんじゃないのか。お前が昔の知り合いとニアミスしたところで大道寺はもうとやかく行ってこねえ可能性が高いかもな。でも俺は相手が誰だろうと一度決めた約束は守る。
いや、そりゃそうなんだがよ。太一の時みたいな感じならいいだろう。お前は離れて見るだけ、存在にも気づかせない。そういう相方なら大道寺も文句ねえさ。俺が大道寺の人間ならいい気はしねえ。やれやれ、なかなか乗ってこねえな。そういやお前、最近のカムロ町の様子は知ってるか。東上会と近江連合がいなくなって極道は見かけない。代わりに半グレが目につくようになった。半グレや。あいつらは良くも悪くも動きが目立たねえ。警察としては状況把握が難しくなったと言える。なるほど。それで。そんなカムロ町が気に食わなくなったのか、しばらく前から秋山が音信不通になってる。ん？秋山が？音信不通って、伊達さんがあいつと最後に連絡を取ったのはいつだ？秋山。東上会と近江の大解散の時だ。そこに桐生一馬が現れたって噂が立ったもんでな。秋山は方々でその噂の裏を取ろうとしたんだが、信憑性の高い噂とまでしか確認できなかった。俺に連絡よこしてきたのもその調査の一環でだ。だがそれ以来こっちから電話をかけても通じない。町からも姿を消してるみたいだ。秋山。じゃあ失踪したってことか。無事なのかあいつは。俺も気になって最近探し始めたとこだよ。すぐには見つからんだろうが、警察の力もフル活用する。また下水にかかれてんちゃうの。下水に。やっぱり昔の仲間がどうしてるか気になるもんだろう。そやな、失踪したって言われりゃ心配もする。失踪したって言われりゃ心配もする。秋山はレアケースなんだろうがよ。そうかもな。あいつはまあほとんど仇とは言えねえやつだし、とはいえお前が気にかける人間は秋山一人じゃねえはずだ。俺にどうしろってんだ伊達さん。前にも言ったはずだぜ。俺はお前のエンディングノートとやらを充実させてやりたいんだ。だから大道寺との約束は破らない範囲内で、お前なりに昔の仲間たちと区切りをつけるといい。俺がその段取りをつけるからよ。伊達さん。秋山だっていずれ俺が必ず見つけてくる。伊達さん優しい。伊達さん、さすが。他に会っておきたい奴はいないか。キューちゃんの相棒や。ほら、カムロ町を思い浮かべてみろよ。あの町はお前が青春の大半を過ごした場所だ。一緒に青春を過ごした仲間はもうほとんど死んだよ。そうやな。おやっさんにユミ、それに錦、みんなにはこの前墓参りで挨拶を済ませてきた。もうすぐ俺も会いに行くってな。たく、わかった。じゃあそいつらは最後のお楽しみにとっとけ。でも他にだって会いたい奴はいるだろう。そんなことねえのか。え？急にそう言われても、伊達さんの娘は元気にしているか。これでいこう。伊達さんの娘は元気にしてるのか。あのキュウちゃんにパパ活持ちかけてきたさやか。まあ元気だよ。結婚して子供も3人いる。じゃあもうおじいちゃんになっていたのか。よかったな。なんですぐにそれを言わなかった。今は俺の話をする時間じゃねえからだよ。いいか、お前が会っておきたい人間の話だ。じっくり時間かけてもいい。まずはカムロ町の住人だ。誰か思い浮かべてみろ。誰やろう。カムロ町で会いたい人間といえば、そうだな、カズキとユウヤ。カズキ&ユウヤね、スターダスト。ほらな、やっぱりいたじゃねえか、カズキとユウヤが。
あいつらなら元気にしてるぞ。スターダスト取り戻したよな、確か。顔でかいカズキ。ユウヤ、ごめんユウヤ、顔でかいユウヤ。一時期スターダストは韓国マフィアに乗っ取られてたんだが、純銀な。今はもう再建できたはずだ。へえ。おお、そうだったのか。よし、そうと決まれば、あとはどうやってお前をあいつらと合わせるかだな。一応大道寺いっぱい言い訳できるような状況にしとかねえと。また太一の時みてえに場所をセッティングする。それまで少し時間をもらうぞ。分かった。あんたの行為に甘えさせてもらうよ。ありがとうな、伊達さん。ありがとうな、伊達さん。ね、俺が好きでやってることだ。お前は全然気にしなくてもいいんだよ。伊達さん。よし、来たな、桐生。いいか、これからカムロ町に向かう。もう準備はできてるんだよな。ああ、行こう。目的地はスターダストだ。今日はカズキとユウヤが揃って店に出てる。あいつらに会いに行こう。お前のエンディングノートを充実させるんだ。高杉さんも元気してんのかな。さあ、もうすぐ見えてくるぜ。カムロ町の老舗ホストクラブ、スターダストだ。老舗か。もうそんな扱いになってるんだな。何年か前にジンゴン派に乗っ取られて、一時期はだいぶ様変わりしてた。今は一周回って昔ながらのホストクラブって感じに戻ってる。カズキオーナーの方針だし。昔ながらってのは、ああいう感じで大立ち回りすることか。あ？相変わらずやな、ユウヤ。ユウヤだ。ユウヤ。ああ。たく何やってんだ。こんな街中で騒がせやがって。アングレだかなんだか知らねえがな。うちは登場会にだってみかじめは払わなかったんだよ。さっさと消えろ。もう二度と来るな。いいのか。後悔させてやんぞ。そんな安い脅し文句しか出ねえのか。それじゃあ今のカムロ町には通用しねえぞ。てめえの方こそうちに手出したことを後悔するんだな。パオル。キャあれ、もしかしてカズキ。やだ、嘘。カズキさん、かっこいい。ユウヤさんと二人、尊すぎる。尊すぎる。お疲れさん、ユウヤ。相変わらず怖いもんなしだな、カズキさん。俺がこの店守ってますから、安心してお客さんたちを楽しませてあげてください。お前も中にいてもらわないと盛り上がらないんだ。さあ、来いよ。まだまだ働いてもらうぞ。うっす。わー、素敵。素敵。スターダスト、かっこよすぎ。盛況みたいだな、スターダストは。どうやらそうらしい。おかげで、あいつらの元気そうな様子をこの目で見られたよ。そうか。いや、大したもんだな、お宅のオーナーは。さっきの見てたぜ。え？ああ、そうっすか。なや。チンピラがみかじめ背びりに来てたんだろ。まんまと返り討ちにしてやったな。見た感じ、店の調子も良さそうじゃねえか。そうっすね。うちは昔ながらのホストクラブでしょ。時代遅れの店って笑われることもあります。でも和樹さんがオーナーに復帰して、昔なじみが少しずつ戻ってきてて、
新しく若いファンまで増えてるんですよ。俺らも和樹さんたちに負けてらんねえっす。負けてたあかんで。随分と慕われてるんだな、和樹もゆうやも。そりゃあまあ、あの二人は別格です。昔からずっとカムロ町を生き抜いてきた人たちですから。この店も実は何年か前にジンゴンハって韓国人のマフィアに乗っ取られてたんですけどね。乗っ取られたな。金に物言わせて暴力もちらつかせて大変だったみたいですよ。ああ、あの頃ジンゴンハはスターダストをカムロ町進出の足がかりにしてたからな。おじさん詳しいっすね。おじさん。けどね、それには訳があったんですよ。訳があったんすか。うん。結局のところジンゴン派に目つけられたのが町の構想のとばっちりだったんです。そもそもジンゴン派は大昔に一度東上界のヤクザからボコボコにされてんですよね。おじさんたちくらいの年なら知ってるでしょ。ああ、ほら堂島の竜ってすげえ強かったヤクザ。堂島の竜ね。ああ、名前くらいは聞いたことがある。ダメですよ、この町の通を気取るんなら桐生一馬は抑えておかなきゃ。目の前にいんねんで。でね、その桐生さんっていうのがほとんど一人で尋問派をボコったわけです。和樹さんと優也さんはそれまでにもちょくちょく桐生さんと仲良くしてたんですね。だからその後復活した尋問派は報復として真っ先にスターダストを乗っ取ったんですよ。つまり和樹さんたちは桐生一馬のとばっちりで店をめちゃくちゃにされたわけ。あららら。いや、それはちょっと違うんじゃないのか。違うんじゃねえか、ちょっと。なあ。そうっすか。裏社会の構想で迷惑かけられんのは、いつだって真っ当にやってる仇ですよ。まあ、人言派は今じゃもう完全に潰れましたし、桐生さんも死んじゃったらしいっすけどね。連中のせいで、どれだけ和樹さんが店取り戻すのに苦労したことか。方々から金借りて、いろんな人たちにこれ以上ないくらい頭下げて、もしもあの世に声が届くもんなら、俺から桐生たちにバシッと文句言ってやりたいっすよ。なるほど、そうだな。確かにその通りだ。おい、邪魔したな。時間取らせて悪かった。ああ、いやいや、これくらい別に全然。おい、どこ行くんだよ。これで終わりじゃねえぞ。和樹と優也には後でセレナに来るように言ってやる。和樹と優也をセレナに呼んでるのか。ああ、もちろんお前は直接会えるわけじゃない。それでもあいつらの声を間近に聞くくらいはできる。いや、俺はあいつらが元気にやってるのを見られただけでもう十分だ。まあそう言うなって。安心しろ、さっきのホストはああ言ってたがよ、和樹も優也もお前を恨みになんて思っちゃいねえぞ。そんな恨み節は一度も聞いたことがねえ。だが俺は。たく、いいから来いよ。わざわざカムロ町まで出向いてもらったんだ。最後までツアーを満喫してってくれや。あんな狭い店内にいたらバレるでしょ。タイジの時もそうやったけど。顔でかいな、相変わらず。待ってたぜ、和樹、優也。こちらこそ、お招きありがとうございます。いやー、伊達さんに声をかけてもらえるなんて、カムロ町じゃ伝説の刑事さんですからね。そんな見えすいたお世辞じゃスターダストも先が知れてるぜ、ユーヤ。お世辞なんかじゃないですって。俺はいつだって本音しか言わねえっすから。ママはあれでしょ、伊達さんの奥さんでしょ。ところで、今日ってこれお店空いてますけど貸し切りですか。いや、そういうわけじゃねえ。今くらいの時間はちょうど客が来ねえんだよ。おい、ユーヤ、なんか失礼だぞ。でも和樹さんも正直そう思いましたよね。お前ね、俺を巻き込むのはやめてくれる？本当にすみません、伊達さん。ひるちゃん、そんなところで。あ、そうだ、伊達さん、聞いてくださいよ。
さっきうちに半グレがみかじめせびりに来たんです。ああ知ってるよ。ちょうど遠目に見てたんだ。かっこよかったぜ。まあ刑事の立場としては喧嘩沙汰を大っぴらに褒めるわけにはいかねえが。伊達さんも見てたんですね。いやしかしスターダストの店先で喧嘩するなんてなんか久々に思い出しちゃいましたよ。ああ、うん、何をだ。俺にはわかるよ。多分お前と同じことを思い出してた。やっぱりそうですよね。おい、何だってんだよ。キリュウちゃんとの出会いやね。昔あんな感じでユウヤはヤクザと喧嘩してたんです。そのうちの一人がキリュウさんでした。みかじめ取りに来たんだ。なるほど、そうだったのか。あれはもう20年近く前になるのかな。ええ、そうです。めちゃくちゃに強かったですよ、あの人は。タイモンじゃ俺もめったに負けなかったんすけど、最初はみかじめ目的のヤクザにしか見えなかったんですよね。その時道島の竜が相手だったとは夢にも思わなかったわけだ。早いもんですよね。キリュウさんが亡くなったって聞いてからもう何年も経ちます。それでも俺は未だに信じられねえ。ユウヤはキリュウさんがいつかフラッと店に来るんじゃないかってボトルを用意してるんです。ユウヤ、それもうちの店にある一番高い酒をね。お前困ったもんです。もったいない。いや、ユウヤの気持ちはわかるよ。俺だってあいつが死んだなんて信じられねえ。この町であの人を知ってるもんはきっとみんな同じ気持ちでいるはずです。けどよ、あいつと関わってると面倒ごとに巻き込まれることも多かったよな。スターダストなんてもろにそれで迷惑被った口だろ。さっき店に立ってたホストがそう言ってたぜ。確かにそれはそうですね。だいたいあの人が来るときは厄介事を抱えてました。とばっちり食ってるなと感じることもしょっちゅうだったし、あれ今になってキリュウさんをこんな風に言ったら俺ちょっと卑怯ですかね。いいさ、溜め込んでることがあんなら全部ここで吐き出しまえよ。けどその厄介事に一番体張っていたのもキリュウさんです。あの人の歯食いしばってる姿を見てると俺らは何も文句なんか言えなくなっちまう。例えば初めて会った時、あの人は登場会を一人で敵に回して戦おうとしていました。そして組の金庫から消えた100億をめぐってその鍵を握る少女を守りきった。あの時の桐生さんの背中を思い出すたびに俺たちも何度奮い立たされてきたことか。ちょっと何か人生でうまくいかない時期があっても頑張れる気がするんですよ。そんな桐生さんだから俺らはいつまでたっても帰ってくる気がしちまうんです。ねえ伊達さん、ん、今日俺らを呼んでくれたのってなんでですか。もしかしたら何かあったんじゃ。何かって。そうですね、実は桐生さんのことで新たな事実が判明した。もっと言えばやっぱりあの人は死んでなんかいなかったとか。な、何言ってんだよ。なんじゃねえ、俺ただ久々にお前らの声が聞きたくてよ。そっか、そうですよね。ちょっと当てが外れちゃいましたかね。うん、お前ら和樹さんはいつだって桐生さんに恥ずかしくねえようにしたいって、そう言ってスターダストの所有権も必死になって取り返したんですよ。ああ大変だったろ。でもおかげでスターダストは昔の輝きを取り戻しつつある。カムロ町のこの辺一帯もだ。それは旗目にもよくわかるよ。今のスターダストは桐生さんに見せても決して恥ずかしい店じゃありません。だからもう一度見てほしかったですよ。俺もユウヤのボトルを笑えませんね。大丈夫だ、あいつはきっとちゃんとお前らの頑張りを見てるさ。
間違いねえ。俺はそう確信してるぜ。ひるちゃん、今日は長々と付き合わせちまったな。忙しいだろうに悪かったよ。あんたが謝ることなんかねえよ。えんやで、伊達さん。こっちこそ手間を取らせた。和樹も優也もずっと変わらずお前を慕ってる。言った通りだったろ。お前がカムロ町で戦ってきた一つ一つの記憶が今でもあの町の住人の励みだ。それを知ってお前はどう思った？正直に言えば嬉しかった。自分の葬式の参列者の話を盗み聞きしてるみたいだったかな。確かにな。ちげえね。自分がどんな生き方をしてきたかわかるよな。てめえの葬式の席ってな。中には死んで清々したなんていうやつもいるだろう。でもお前はそんなんじゃなかった。俺はお前にそのことを思い知らせてやるつもりだ。次も誰か新しいゲストを引き合わせるよ。楽しみに待っててくれ。次のゲストは誰なんだい？伊達さん、楽しみにしてるよ。ごちそうさん。また来るよ。おう、またな、桐生。準備ができ次第すぐに連絡するからよ。ゆうや、かずき。お、デリバリーヘルプで。お、かずきどんどこと、ゆうやもどんどこと呼べるようになった。やったぜ。もうあれかな。もう今んとこできるやつはなさそうな気はする。ね、ここら辺12章やから、まあ一旦ちょっと行きますか、このダンジョン。ランクがこのなんか、あの桐生ちゃんのこれを上げてったら、呼べる、呼んでくれるらしいよ。この桐生ちゃんのこの変なあのやつ、変なやつ変なやつあげたら。ここがその廃墟か。建設中に火災か。もったいない話だね。お、いたな、歌丸。え、桂さん。ああ、孫飛か。あ、なんかこわもての人ね。相当の使い手なのかしら。こいつはもう、こいつもなかなかの筋もんやで、多分。待っていたぞ。何か待ってた。そうだ、よしにしやがって。あーあーあああ、ご褒美や。ああ、ごめんなさい、なんか雰囲気に乗ってしまいまして。お前その日にこんなことしてもらえない。ご褒美やんけ。お前、こいつは誰なんだ。ああ、うちの幹部の一人、歌丸だ。この廃墟の噂を聞いて先に調査に行かせていたんだよ。歌丸だ、よろしく頼む。で、どうなんだ、このビルに巣くってる連中はいたのか。はい、めちゃめちゃいました。かなりの数です。かなりの数、しかもめちゃくちゃ強いです。うちの部下や周囲のチンピラ連中をかき集めて中を調査させたんですけど、全然帰ってこないし。帰ってこない？そいつらにやられたということか。おそらく。それか孫飛が怖いからあっちに寝返ったのかもしれませんがね。プククッ何がクククだ。お前が責任者だろうが。その通りです。ごめんなさい、ごめんなさい。嬉しそう、歌丸嬉しそう。しかしうちの部下でも手が出ないとなると、かなりの強敵揃いかもしれないな。
このまま引き下がる？わけないだろ。異人町の裏社会を仕切る立場として、そんな奴らをのさばらせておくわけにはいかない。いかない。うちの部下を可愛がってくれたっていうのならなおさらだ。きっちり借りは返す。さすがは我らのリーダー孫妃。そう言うと思ってましたよ。奴らはここの地下に救ってます。救ってる。かなり下の階まであるみたいですから。まあ、ハワイの男女と一緒ってことやな。やるかこれ。私は行きません。危ないですからね。出た。ひぃ、暴力反対。よし。じゃあ、コミジュルの調査隊も捕まってるのかもね。見つけたら助けていきますけ。そうだな。結構強いらしい。気合い入れていくぞ。はいよ。行くよ、ソンヒ。行ってらっしゃいませ。ああ、ブランチャ様。後悔するなよ。ああ、また怪しい人たちや、これ。脇が甘いな。食だよ。調子出てきたぞ。状況だけは買ってやるよ。よし。特になんかあるわけじゃなし。オッケー、とりあえずは出ようか。なあ。まあこんなもんだ。こんなもんでしょう。ハーフベッド。